花里さん、あ、もう違う。どうしよう。はるみさん、こんなにドキドキするのは生まれて初めて。おいで。あんまり見ないでください。自分から脱いどいて。あの、私経験がございませんので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。旧姓村上改め、本日花里舞子となりました。私と夫はるみさんとの出会いは半年前、父から持ちかけられた突然のお見合い話でした。お見合い？私が？いきなりどうしたの？そんな堅苦しいもんじゃない。会ってみないかって話だよ。舞子ももうすぐ29だろ。結婚について真剣に考えてもいい年頃だって咲田に言われてな。孫います。父は私の男女関係についてはとても厳しかった。お付き合いするときは必ずお父さんに会わせなさい。今までに交際を申し込んでくれた3人の方を父に会わせたけど。金目当てじゃないか。お前を全然大事にしてない。他にも女がいるとは全く話にならん。誰一人いい顔しなかった。私に見る目がなかったせいだけど、若い男と駆け落ちした母親のようになってほしくないんだよとおばさんは言ってたけど、父本人から聞いたわけではないので真意はわからない。さきた、あれあれ。はい。申し訳ありません、まだ釣り書きが届いてませんので、こちらの画像しかございませんが。構わん、十分だ。ふん、濡れてる。隠し撮り？大丈夫だ、俺の若い頃にそっくりだから。全然似ておりません。ブレててよくわからないけど、私より少し年上？あー、いくつだったかな、咲田。44歳です。え？ちなみにバツイチです。そんなとこまで俺そっくりだな。44バツイチ。ああ、そんなデータに振り回されるんだったら結婚なんてやめとけやめとけ。社長。振り回されてないよ。ただあんなに厳しかったお父さんがどうしてこの方を勧めるのか気になって。俺は別に結婚なんかしなくてもいいと思ってるんだがな。気になったなら自分の目で確かめたらいいじゃないか。その上でお前が判断すればいい。ダメならダメでいいんだ。一応データください。きちんとしたものをいただいてまいります。それで十分です。結婚か、全く考えていなかったわけじゃないけど、今まで無縁だったから全然ピンとこない。はじめまして、花里晴美と申します。本日はお時間をいただきありがとうございます。はじめまして、村上舞子と申します。父がいつもお世話になっております。こちらこそ、お父様にはいつも特別のお引き立てを賜り心より感謝。固い、二人とも固い。仕事じゃないぞ。今日もうちのスーツを着てくれたのか。こんな日まで気を使うなよ。ん？このスーツは私が一番格好よく見えますので、お気に入りでして。でだろう。背高いな。背筋がまっすぐ伸びて立ち姿が綺麗。この人が私の旦那様になるかもしれない方。じゃあ日取りが決まったら連絡くれ。ジジイは去る。気が早いですね。
趣味ですか。若い頃はいろいろやってたんですが、そうですね、最近は走ることが、ああ、うん、大変申し訳ございません。すぐ拭くものをお持ちいたします。大丈夫ですよ。どうぞ使ってください。お心遣いありがとうございます。汚れてしまうのでお気持ちだけで十分です。こんな時のために使うものなのでお気になさらず。では失礼して。水かかったのに全然動じなかった。たまに店員さんに怒鳴り散らす人いるけど、あれは嫌い。まるで気にしていないみたい。僕も若い頃バイトでいろいろ失敗しましたね。慣れない立ち仕事で足が。この人の声落ち着くな。丁寧で柔らかな口調もよく通るけど、決してうるさくない感じも心地いい。今日は本当にありがとうございました。楽しかったです。こちらこそありがとうございました。これ私の連絡先です。次はいつお会いできますか。いや、楽しみにしております。感じのいい人でよかった。あの人と結婚か。全然ピンときてなかったのに不思議。ワクワク。もう次に会える日を待ち遠しく思うなんて。食べきれますか。こんなに自分がワクワクするなんて思わなかった。マイコ。課長。マイコのチームの企画書通ったよ。本当ですか。課長の的確なアドバイスのおかげです。ありがとうございます。いやいや、あなたの実力よ。村上 M 主任、すごくいいアイデアだったし。チームのみんなに知らせてきます。ちょ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 で、何ですか。もう、その後お見合い相手とはどうなのよ。チューした。2回目のデートまで終わりまして、次も約束済みです。特に問題ないので結婚することになると思います。あ、ちなみにキスはまだです。わお、相変わらず決断早いな。断る理由がないので。中は次のデートだな。バツイチ44か。うちも10歳違うけど真逆だしな。ゆかりさん、年の差について先輩として何か注意点はあります。あら、意欲的。体力的なことは感じることはあるけど、年の差を意識することって私はあんまりないかな。ほら、若いから四六時中ね。セックスですか。あ、カラオケ行くとしらけるな。メモメモ。あとは、私は父の会社の人たちに囲まれて育ったので、年上の方との交流は問題ないかと思っているのですが、花里さんは年下はお嫌いですか。え、私ゲームは全くできませんが、やっぱりダメですか。カラオケは重要でしょうか。好き嫌いに年齢は関係ありません。よかった。カラオケもゲームも重要ではないです。ただ会社の大事な取引先、村源の村上社長の強い強い推しに負け、会ってみたくないかね。ん？ん？写真すら。どうだ、かわいいだろ。会いたくないか。会いたいだろ。ほらほらほら動画。今後の関係に支障をきたさぬよう一度だけお会いして断るつもりだった。いやー、まさに提灯に釣り鐘、月とすっぽん。やはり私には身に余るお話でした。というか絶対断られると思っていた。ただ何ですか。まさか娘の方もグイグイ来るとは。間違いなく親子。こんなに若くて可愛らしいお嬢さんがこんな平々凡々な中年を相手にするとは思わないじゃないか。
しかも社長令嬢。あなたにはもっとふさわしい方がいらっしゃると思いますよ。もっと早く言うべきでした。申し訳ない。私は父の見立てに間違いはないと思っています、うん、父は私を会社経営の傍ら男手一つで育ててくれました。忙しい人なので会えない日もあって、子供の頃は寂しいと思う時もありましたが、それでも私のために少しでも時間を割いて精一杯愛情を注いでくれました。走ってきた。そのことは恥ずかしながら社会人になるまで気づいていなかったのですが、私は父を心から尊敬しています。私は花里さんがいいです。すごく大事に育てられたんだな。なんというか素直でいい子だよな。本当に俺がいいのだろうか。せめて俺があと10くらい若ければな。ん？え？これはどう見てもキス待ち。いや、そんな雰囲気じゃなかったよな。なんだ？おまじないとか？つうか俺感動して泣きそうだったのに。若い子の考えてることわかんねえ。キスしないんですか？あ、やっぱり3回目のデートでキスするものだと。あ、お見合いの日はデートに含まれないのですね。失礼しました。ん？ん？ん？では次回よろしくお願いいたします。次回って情緒とかは？というかこの子なんかちょっとずれてる。失敗した。微妙な空気感。期間限定ソフトクリームとか何年も食べてないな。え、わかめ？ソフト？オリジナル？期間限定？私はわかめにします。花里さんは何にしますか？いや、俺は結構です。話のネタに振っただけなんだけど。美味しそうに食べるね。食べるの大好きなんです。食べたことないものはとりあえず食べとく派です。メモらねば。食いしん坊さんか。俺はあんまり冒険しないな。だいたいいつも同じメニュー。それはもったいない。好きなものが増えたら幸せじゃないですか。そうだね。一口どうですか？冒険してみます。あ、甘いものはお好きですか？ちょっと海の味もしますよ。じゃあ一口どうぞ。好きですよ、甘いの。ああ、ごめんなさい、落としてしまった。もう一個買ってきましょう。したかったわけじゃない。さっきは迫ってきたのに。わからん。誰かおっさんに説明してくれ。今のはキスですよね？いきなりですみません。花里さん。はい。もう一度キスしていただけないでしょうか？いい？あ、はしたなかったですよね。まだ2回目なのに。すみません。そんなことはないですよ。会った回数が重要なのか。今日はキスすると朝から心構えはしていたのに。心構え？勘違いだと分かってすっかり気を抜いてしまってた。
まさかこんな不意打ちがあるとは思わず。あっという間すぎて何にもわからなかったし、どういうものなのかもう一度ちゃんと確認しておきたかった。だからといって欲望のままに口にしてしまうとははしたない。失敗した。それは心の声かな。予想外のことに取り乱してしまってすみませんでした。また次回お願いします。キスにも相性とかありますもんね。相性、私とはダメでしたか。いや、あの一瞬じゃわからな。やっぱりもう一度しましょう。確かめてください。え、いや、ほら人目もありますし。大丈夫です。こっちの休憩所は誰も使ってないですよ。今ですよ今。最近の子はなんて積極的なんだ。いや、年齢は関係ないか。元を正せば俺が悪いんだが、誰か来たら。今さら人目を気にする中年さん。いや、でも彼女に恥をかかせるわけには。今ので分かったんですか？もういいや。調子に乗ってしまった感、猛省中。それでどうでした？相性は。やっぱり効くよな。住んでいる。おかしい、俺こんなに推しに弱い人間じゃない。なぜこの子のことは拒めないんだ。いいではないでしょうか。よかった。正直申しますと、相性は私には全く分かりませんでした。ストレートだな。でも、またしたいです。あ、今じゃなくて次回以降で結構です。お構いなく、これ以上のわがままは言えません。複雑な心境。それでは花里さん、こちらをお願いします。何です？茶封筒にボールペン。私の部分は記入済みですので。マジか。マジだな。いや、その決めるにはまだ早くないですか？もっとお互いのことを知ってからの方がいいかと。物事には順番というか、キスしといてなんだが。順番通りですよね。お見合い、デート3回、キス、結婚。こんな早く決めてしまわれて後悔しませんか？後悔はしないと思います。しないように努力します。それと私、婚前交渉はしませんので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。婚前交渉。自分の意見ばかりすみません。この部分はできれば譲りたくないので、先にお伝えしておいた方が良いかと思いまして。花里さんにとって厳しい条件でしたら話し合いをさせていただけませんか？大事なことだが、こだわるほど若くはないとは言いづらい。話し合いで解決するのは難しいことかもしれませんが、お互いが納得できる点を見つけたいです。きっとこの子のまっすぐさが羨ましいんだな、俺は。だからすぐに断れなかったんだろう。潔くて凛々しくてまっすぐな眼差し。あなたとなら笑いながら暮らしていけそうです。俺と結婚してください。それから5ヶ月後、私たちは結婚しました。そして私、経験がございませんので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。いよいよ初めての夜を迎えます。
ご指導。そんないざ勝負みたいな顔されると非常にやりづらいな。すみません、そういうつもりは全くなかったんですが、緊張で意識が遠くなりそうなので気合い入れてました。裸を見られることが想像してたよりもずっと恥ずかしくて。ちゃんとそういう羞恥心もあるんだ。それなのにそんなにエロい下着を。乳首透けてるけど。隠したつもりが。こういうのはお嫌いでしたか？好き。初夜にふさわしい下着についていろいろ調べたり、お店にリサーチに行ったりしたのですが、友達に聞いたりネットで調べたり、意見も種類も多すぎて選択が難しかったんですが、一番美味しそうなの選びました。これなら見えない。結局判断基準はそこか。あなたらしい一生懸命探してる姿が目に浮かんだよ。白くてふわふわで甘い香り、綿菓子みたいって思ったな。残念、正解はクラゲでした。甘い香りは香水です。クラゲ、美味しそうか。確かに美味しそう。そんなに睨まないで。はい、すみません、変な声出して。私からこんな声が出るなんてびっくり。ああ、痛かったり嫌だったら言って。全然嫌じゃないです。自分で触っても何ともないのに、はるみさんに触れられたとこから全身を何かが駆け巡るような感じで、それが体の中心に集まってギューッとなって、どうしよう、こんなの初めてで。おしゃべりはその辺でやめない。失礼しました、どうぞ続けてください。そんな冷静に言われるとちょいへこむ。ムードとかいらんのか。振り回されてるな。でもそれが意外に楽しい。年がいもなく浮かれる。こんな気持ち何年ぶりだろう。そんなにじっと見ないでください。この先この人と何があるのだろうかとワクワクしてしまう。大丈夫？大丈夫だけどジンジンしてます。まだ入ってる感じがします。それは申し訳ない。何か温かいものでも飲む？痛いけど、でもなんか嬉しい。はるみさんと近くなれた気がします。俺も嬉しい。ありがとう、舞子さん。こうして初めての夜を無事に迎えることができました。無事にお勤めが果たせてよかったです。お勤め。新婚旅行はお互いの仕事の都合がつかずお預けになりましたが、でもスイートに一泊、新婚生活のスタートです。おはようさん。おはようございます。後で食材買わないと。Oh.
昨日は俺より先に寝てたから12時間は寝てる。風呂から上がったら寝てた。若いなあ。いや、俺も昔は結構寝てたわ。体痛くなるからもう長く寝れんけど。そろそろ起こすべきか、起きてくるまで寝かせておくべきか。休みは今日までだし、やっておきたいこともあるだろう。とりあえず声だけかけてみるか。舞子さん、舞子さん、そろそろお昼だけど、もうちょっと寝る？花里さん、なんでここに？寝ぼけてる。あ、そうだった、結婚したんだった。おはよう。不意打ちは困ります。いえ、困らないけど。あ、おはようござ。いい返事。顔洗っておいで、ご飯用意しとくから。わー、はるみさんお料理上手なんですね。すごいですね。いやいや、野菜は洗って切っただけだし、卵は茹でただけ、ホットサンドメーカーに挟んだだけだし。コーヒー、紅茶、緑茶もあるよ。紅茶をお願いします。私にはその洗って切るだけでも怪しいですね。いただきます。料理苦手？食いしん坊なのに。苦手というか、学校の授業以外で料理をしたことはほぼありません。そうなの？食いしん坊さんなのに。プロの方が作った美味しいものがどこでも売られているのですよ。私があえて作る必要はないかと。とても美味しいです。よかった。確かにそりゃそうだね。でも家の手伝いとか。ああ、舞子さんところはお手伝いさんがいたんだっけ。必要なかったわけだね。俺とは真逆だ。というと、はるみさんは必要だったから料理をなさるということですか？